ハライチの岩井勇気です。サビューです。この時間 TBS ラジオから全国16局ネットでハライチのターンお送りしております。はい、この間、の埼玉でね、あのロケがありまして。<う>まあ、テレビ埼玉なんですけど、おうおうテで、たまね。<う>なんか、今時、埼玉っていう。埼玉の広報番組、うん、だったんですけど。だから、一日埼玉でロケしたんですよ。で、まあ、地元のロケだったんで、あげようっすよね。あげようでロケ。うん。 で、その番組やってるこの松井咲子ちゃん、元 AKB と二人で、まあ朝から、まあ上げを回るみたいなロケだったんですけど、もう一番最初、朝一、一番最初のロケ地が、原市小学校だったんですよ。あまあ、なるほど。うん。母校。そう、我々のあの地元原市の小学校だったんですけど、まあだからその、良かれと思って、懐かしの場所をこうロケ地にしてくれたんですけど、ただあの、 一応半年前に行ってるじゃん、半年前にね。愛相席食堂でさ食堂でね。千鳥さんの番組で、ロケで行ってんすよね。行ってるね。コンビで。うん。で、まあそれは久々だったから、ちょっと懐かしいみたいな感じになったんですけど、一応半年ぶりだっからさ。半年ぶりもまあ、ね、久しぶりっちゃ久しぶり。久しぶりだけど、その、で、結構思い出語っちゃってんじゃん、あの時。ああ、そうね。 で、なんなら、あの、当時のさ、あの、担任の、こう島宗先生っていう、俺たちが一番思い入れのある担任の先生。6年生。俺と岩井が同じクラスで初めてなった時の、担任の先生ね。その先生が、その相席食堂の時に、校門に立っててさ、うわ島宗先生だみたいな感じになって感動の再会みたいな。で、すごい懐かしがりながら、島宗先生と担任で回ったっていう、めちゃめちゃ威クあったでしょ。よかった。だから、その、全然懐かしくなくて、俺は。 ちょっと、まあ、半年やね。しょうがないね、それはね。でも、嘘つけないから、なんか。うん。そのなんか、うわぁ、すっごい久しぶりさですとか言うこともできないからさ。いや、半年前に、あの、相席食堂にロケできました。まあまあまあ。ね。そう。言うしかないか。朝一言ってね。うん。で、あの、この、ほら、校門の今いる、校門の、ここのあたりに、島村先生っていう当時の先生がいて、 あの、あったんですよ、みたいな。説明しなくてもいいけど、まあ。まあ、言ってね。うん。で、まあ、懐かしいっちゃ懐かしいっすわ、って。半年ぶりですからね、なんつって。ああいう話をしながらね。教室に入って。また教室でも、まあ、同じような話をしてね。相席食堂と。ははは。 しょうがないね。毎席食堂も人気番組だからやっぱ、ね、知ってる人も多いだろうからね。そうそうそう。もうそれなんかさ、嘘になっちゃうから。そうそうそう。で、その後体育館に行ってね。うん。だからそれも同じような流れだよね。はい、席食堂でもあったね。うん。まあ体育館行くからなっつって。体育館でまた思い出話して。そしたら松井咲子ちゃんが、ここでサプライズゲストですって言って。で、ドアバーンって開いたら、あの、埼玉のこの上尾市のゆるキャラのアップ ああ、アッピーね。ゆるキャラのアッピーが出てきてさ、トコトコトコって。で、まあ、思い出とか別にアッピーにはないじゃん。アッピーにはない。ないし、あえて嬉しいとかももう別にないじゃん。アッピーにはないね。アッピーにはないよね。うん。で、思い出の場所に、なんか思い出のないゆるキャラが来て、まあなんか言うことないし。 <laughs> ちょっと場違いみたいな感じになって。アッピー自身もだって喋れないでしょ別にね。そう。で、なんかあんまり盛り上がらないで、<ー>一瞬でそのくだり終わ,終わってね。<laughs> <laughs> なんとかしてあげてくれよ、<ー>アッピーを。なんか、うん。で、そこの小学校のくだりは終わり。うん。で、次、榎本牧場っていう揚げ物のなんか牧場があるんだよね。行った俺もロケで。行ったでしょ。うん。 ここも俺もロケで行ったことあるの。うんうん、<laughs> でも別に榎本牧場の思い入れなんかないじゃん。え、うん、俺だから子供の頃は行ったことなかったもん。うん、だから、ロケで来ましたね、とかもあんまあ言ったんだけど、うん、まあだからロケで来たことだけの場所ってさ、うん、あの、別に地元の意味はないじゃん。そうかね。<laughs> 地元感は出てないね。出てないんだよね。これってね。うん、あの、地元ではあるんだけど。うんうん、というか、なんか勘違い。 されてるところが結構あって。<え>なんか、あげおの思い入れってほとんどないじゃん。我々そうなんだよね。で、あげのくくりで、ロケやらされてる時って、ほぼ知らないんだよね。うん。あげのことってね。うん、うん。なんか、原市っていう場所って、もうあげおの端なのよ。うん。ほぼ大宮。そう。みたいなところで。そうそう。で、東大宮駅が、最寄りなの。うん うん。あげ尾駅微妙に遠いんだよね。でも埼玉市になっちゃうね。うん。だから、あげお駅の方って行かないわけ。うん。あんまり行かなかったね。そう。うん。で、あげおの人としてあげおのこと聞かれても、なんかほぼほぼ知らないじゃん。そうなんだよな。うん。で、取材とかなんか番組の打ち合わせとか、うん。そう、あげくくりで聞かれるときも、なんかやる気ないみたいに思われるんだよね。うん。し、ちょっと知らないっすね、みたいな言ってるから。 なんかね。そう。本当に知らないからね。透かしてるみたいな感じなのなんか微妙な空気になるんだけど、それはでも、そっちが勘違いしてるだけで。そう。一色単に考えてるだけで。そう。気まずいんだよな。あれ。大宮のこと聞かれた方が分かんだよねそうだね。う。ん。遊び行くってなったらもう大宮だもんね。それ難しいところでね。うん。だ、それなんか嫌だなと思って。いつも。うん。で、その牧場にも牛の乳搾りしましょうみたいな感じになるの。うん。 で、まあ、平和なロケなんだけど、まあ、あんましたことないから、そういうロケ。うん、うん。で、あじゃあ、行きましょう、みたいな感じになって、牛のとこ行って、うん、で、係の人が、あの、これこれこういう風うにやります、みたいなのを見せてくれて。うん、で、ちょっとやってみてくださいっ、つって、あの、まあ、牛の、だから、父のところを、なんか、しゃがんで、うんうん、やろうとしたら、その、この、ぎゅーって、牛の父を絞ったら、うん、牛のこの、後ろ足で、絞ってる牛の後ろ足で、この、絞ってる手を、パーンってやられて、 うわってなって、あの、立ってのけぞったら、後ろにいた牛に頭でドーンってどつかれて。ええうわってなって。最高すごいうわってな、んですかこれって。何このコンボってなっちゃってね。うん。なんかもいや、怖ってなって。いや、だから、なもうそう、神様からの贈り物でしょ、その。面白いハプニング。そう。でもまあ、盛り上がったかと思って。そうでしょ。でもスタッフさんが、一応広報番組やから、 まず絞ってるとこちょっともう一回みたいな感じ。うん。で、またなんかしゃがんで、まあしょうがないかと思って、絞ったら、牛の、後ろ足で、手パーンってやられて、うわーってなって、立ってのけ取ったら、後ろの牛に頭がダーンってです。安定してできんのかね。何こういうやつなのって。ここ。ここのイベントって。安定して繰り出せんのね、そのまま。完全に同じやつ2回やってね。 受けたろでも。そう。受けたけど、何ですかここってなって。ああ、なっちゃったね。いや、もう怖いわってなって。で、その後、あげようの駅の方の、なんか居酒屋みたいなとこ行ってんの。居酒屋も。で、そこでなんか、もちろんでもその辺の思い出はないから、俺の。うん。そのあげようの駅の方の思い出なんかないじゃん。ほぼね。ああ、居酒屋なんて。うん。 一個あるとすれば芸人始めた頃、あの、我が家の杉山さんに夜中その辺りに呼び出されて。呼び出されたな。そう、夜な夜な説教されたっていう、クソの思い出しかないから。クソの思い出、本当に。本当に。そう。きつかったな、あの頃。なんで地元一緒なんだろうって思う。恨んだよね。揚げ押しを。そう。嫌なの。だから俺は、あの辺の居酒屋の思い出は。 だからさ、まあでもなんかそのあんま思い出ないなとか思いながら、うん、うん、しょうがない。で揚げ用のなんか B 級グルメみたいな C 級グルメみたいな、うん、うん、なんか揚げお串餃子みたいななんかあんだよね、うん<ー>なんか餃子のなんかこうなんかつくねみたいな串に刺さったやつ、うん、でもうそういうの、G、B 級 C 級グルメ食べてなんか美味しいですねみたいな、うんうん、感想言ってたら。 ここでまたサプライズゲストですよ。ああ、そう、居酒屋に。そう、バーって、あの、入ってきたのが、あの、島宗先生です。えぇおえそうなんだよ。そこは、なんで、なんでそんなことが起こる。リサーチしてないんだろうな。リサーチしてないのかなああ、わかんないけど。あえて被してきちゃうな。半年前に相席食堂で会ってるから。俺。最高のリアクションしちゃってるもんね、相席食堂で。そう。うん。出会った時にね。ここでうん。 本当に相席食堂がなかったとしたら、うん、泣いてたかもしれないぐらいのタイミング。いのね、うん。でも相席食堂で合ってるからね。あたたたーってなって。うん、なんで、しかもなん、小学校で出せばいいじゃん。そう。俺も、なら俺も思ったの。なんでアッピーのタイミングで出さねえんだろうって確かに。うん、意味わか,かんないなって。意味わかんな。いね知らない。どっちにも思い入れのない居酒屋で。<laughs> 島ま先生来て。う <laughs> 合、まあ、わなかったかな、時間が、うん。で、もう本当に、あの、何もかもうまくいかねえなと思って。<laughs> なんか。それでも、面白いな。で、ひまむね先生にも、いや、半年ぶりですね、って言って。ああ、そうなんだよね、とか言ってね。ひまむね先生も気まずそうにそれしてたわ。うん。ひまむね先生もね、いい人だから受けてくれたんだよね。受けてくれたんだよね。俺らのためと思ってさ。うん。で、当時のさ、アルバムとか学級新聞とか持ってきてくれてね。うん。それも相席食堂で一緒なんだよ。 持ってきてくれてたもんね。そう。相席食堂のセットを持ってきてくれて。相席食堂セットね、その卒業部そう。島村先生も出しやすかったろうね。うん。家から。前の時はね、相席食堂の時は、久しぶりに奥から引っ張り出してきて。うん。棚の一番上にあったろうね。いや、申し訳ねえなって思ってね。うん。で、島村先生も。 なんか引っ張り出さなきゃと思ってね。なんかよくわかんない。プリントとか。これは相席食堂で出してないやつなんですよ新たな。初出しのやつ一応初出しのやつ持ってきてね。なん。何なんだろうなと思って。うん。懐かしがりなんだけど、柄だけどね。まあ一応ね。うん。まあまあ、なんか懐かしいよ。懐かしいでしょ、それの辺は。そうそう。まあ懐かしいけど、 まあ、すごいしみじみ喋るとかじゃなく、もう本当に島村先生とは半年前に会ってるから、うん、普通になんか、あの、世間話とかして終わってね嬉 <laughs> しい。嬉、うん、しいでしょ、でも。う嬉、ん、しいけどね。ねうん、まあ、だからその、うん、当分地元のロケはいいかなって。<laughs> うん、<laughs> この濃い、そうね、この短期間で。 やってるから2発懐かしがれないな島宗先生来てるしねうんそれは本当一応 YouTube にありますのでいや逆に見たいわ見てくださいその微妙な顔してるでしょめちゃめちゃ微妙な島宗先生もすごい申し訳なさそうな顔してるからねその時のその時もいるでしょ松井さんはいるいる松井さんはどんな顔してるの ハライチのターンハライチのターンそろそろお別れのお時間です TBS <music> ラジオクラウドという音声配信サービスでアフタートークを配信しています TBS <music> ラジオのホームページから見つけてください配信はこのあと深夜3時ぐらいになりますうそういうことだ深夜食堂じゃない相席食堂の前はほとんど行ってないよね <laughs> 行ってないんだよ地元というかその小学校のロケとかなんでず、ね、と久々だったんだよね相席食堂 だから何かすごかったんだな楽しそうだと思うん。いわントク使い果たしてるのよ同級生も出たしねだから「懐かしいわ」のやつを全部出しちゃったてねそうなっちゃうわそうなっちゃうなあげようちょっとあげようとはでもこれからもね程よい距離で付き合ってきたい <laughs> そうなんですそ、ねえー、うですね。ということで全ての宛先は ht.tbs.co.jp。でしたっっっなにてちゃってる <laughs>